はい、皆さんこんにちは。お忙しいところご参加いただきましてありがとうございます。辻純子でございます。今日はテーマが進化する大阪の教育、橋本から吉村市長へというテーマをいただきました。で、大阪市の教育もずいぶんいろんな変化をしてきましたので、じゃあ座らせていただいて、大阪の教育の変化ともにまだテーマは課題はたくさんありますので、そんなお話をさせていただきたいかと思います。まずですね、大阪の教育もたくさんの問題がありますが、ご存知の通り学力は低いですとか、学力だけではなく体力面も低いとか、大阪のことはたくさんありました。で、これまでもいろんな課題を追求しながらやってきたところなんですけども、まず大きくあったのはやっぱり橋本知事が生まれた段階でした。で、今大阪府議会議員、岩城先生もおいでなんですが、知事の仕事のことはもう岩城先生よくご存じだと思いますが、私が市会議員として見てて、橋本知事が何をやったかっていうところなんですけどね、まず何をやったかっていうのは、どういうその思いでさまざまな教育を含めての改革をされたかっていうと、ともかく税金の使われ方が納得できないっていうのが橋本知事の思いでした。大阪は経済的にね、厳しいと言われますけども、当初大阪市の予算は5兆円近かったですし、それだけの予算を持ちながら、それも教育をいい加減に扱っていただけではない。やっぱり大阪市という大きな都市において教育は力入れなきゃっていうことで、教育委員会もそういう思いでやってきたはずなのに、学力の結果だとか、そういったところもありました。だから教育を含めて税金の使われ方が納得できない、それを正していきたいっていうのが橋本さんが政治家になった時の思い、怒りだったと思います。で、まず赤字体質で、これを直そうっていうことで、知事の時に予算を削るっていう報告をされて、市町村長から大きなバッシングをもらった知事でありました。あの時の涙っていうのが私は本物だったというふうに思ってますけれども、そうやって削りながら、でも削っただけではなくって削りながら、じゃあどこに力を入れていくんだっていうところで、やるべきところの予算を増やしてきたっていうことだと思います。で、何を削ったかっていうと、もう議員や府の職員の報酬であったりとか、やっぱり既得権益を持っていた団体、天下り、高齢者施策が行き過ぎてんじゃないかって、そういうこともありました。あの時に教育に対して一番されたのはやっぱり私立の高校の授業料の無償化だったと思います。で、いろんなところで高校生に会ったりもしますし、もう大学院生になった人たちも会うんですけども、やっぱりあそこで私立の授業料を無償化してもらったのはすごく嬉しかったっていう声は聞きます。っていうのはやっぱり公立の学校がそれだけきちんと責任を持って全部やれてればいいんですけども、そうじゃなくって、やっぱりいじめのはほったらかしにされていたとか、そういった公立の学校へ行かずに私立の学校へ行けた、やっぱり私立はそれなりに自分の学校のこと評判上げるための努力っていうのはすごくされてますからね、そういうとこ行けたのはやっぱりすごく嬉しかったっていう声はいただいております。で、教育なんですけども、私も市会議員になって今14年目なんですが、本会議なんかでも教育に関する質問をすると答えは市長じゃないんですね。他の質問は市長が答えますけども、教育関連の予算は教育委員会の方から出てきて教育長が答弁をするっていうことなんです。で、教育っていうのはともかく政治家が踏み込んではいけないみたいなね、形であったわけですけども、でも橋本知事もそうですし、私たちもそうでした。現場だけには任せておけないと、やっぱりそういう思いは強かったですから、ここのところで橋本さんが政治家として教育にいろんなことを言い出したってことは、私は正解だと思っています。で、そうこうしているうちに、橋本さんは知事から市長に変わってこられたので、これからあたりは私が市会議員としてずっと見てきました。で、やっぱり大きかったのは教育条例を作ったっていうところですね。で、今まではその教育に関しては現場が 100% 力を持ってらしたし、
もちろん教育の振興計画とかは、理事者って申しますが、役人が作って、でそれは議会で通すわけですからね、ある程度目は通してきました。いいこといっぱい書いてます。でも書きながら実際それが現場でやれているかどうかっていうのはやっぱりすごい疑問なところがありました。でもう一つはその精神的な部分ですね。教育って一言言いますけども、本当にもう100人の会の皆さんは思ってらっしゃると思う、何を目的にして教育をやっているのかっていうところがやっぱり一番大事だったと思ってます。で私たちどう見てても先生方は左傾化してるとしか見えなかったし、日本の歴史だとか日本人としての誇りだとかそういうことはもう教えていなかったんじゃないかっていうふうに思いながら私はずっと議員をしてたんですが、そうですね、例えば修学旅行で韓国へ行って生徒たちに土下座をさせているという、そういうことも本当にあります、ありました。で子どもたちの作文の中で先生が頭下げろって言ったから下げたけども、何のために行ったんだっていうのはね、作文を実際書いてる生徒たちもたくさんいました。でこんなことが今本当にもうやや少なくなりつつある、現状すごく嬉しく思ってるんですけどもね。でこれがどんなところに現れてるかっていうと、授業の中の社会科系統の教育であったりだとかで、大阪なんかはさっきちょっとピース大阪っていう話が出ましたが、ピース大阪、平和を勉強する施設ピース大阪、それから人権を学ぶ施設リバティ大阪と、これは大阪府と市が両方でお金を出してやってる施設なんですが、実際行って、当初本当になんだこの施設だと、その平和を愛すると言いながら日本人が戦争中いかに悪いことをしたかとか、もうそういう展示しか本当に見えなかったです。でまた人権を守るっていうリバティ大阪にしても、その人権を守るというよりはなんていうんですかね、童話教育ってやっぱ大阪きつかったですよね。あの辺り系統のやっぱり展示が多かったですし、でこれをやり直すべきだと、府議会議員の先生と私たち市会議員とともにその施設へ行って直接館長に話したりだとか、そういうこともやってきましたが、わずかな前進しかその時できなかったなっていうのは私たちは思ってました。でも橋本市政になってこれが大きくやっぱり変わったんですね。こんなことを続けてては予算は出さないというところが首長としてバンと出されたので、だからピース大阪の展示もすごく変わりました。もう自覚的な部分っていうのはね、本当完全になくなりましたね。それからリバティ大阪の方ですけども、こういうふうな人権施策と言いながらこういうことをやってるのはちっとも意味がないと、じゃあもう出て行ってくださいこの団体はっていうところまで今言ってますから、今裁判を起こしてますが、こういうところの、マイナス面も随分是正できたと思います。でこういうことを見ててやっぱり首長の力っていうのはすごいなっていうのは本当に改めて感じましたね。私たち議員がどんなに一生懸命言っててもなかなかその役人のところで止まってしまって、善処しますみたいな返事をいただきながらなかなか変わってこなかったっていうのがこれまで本当にね10年ぐらいの形だったんで、やっぱり首長の考え方、実行力っていうのはすごく大きく、影響するものだっていうふうに思います。で先ほどちょっと言いかけた大阪市の教育条例なんですが、あれは、議員がまず原案を作りましたというのは役人の人に任せてれば多分ここまでしか言ってこないなっていうのが読めてましたから、それを踏み込んだ条例を作ろうということで議員が原案を作っています。でそこにはもちろん皆さんなら当たり前なんです、伝統を大切にする、で自分が育ったこの大阪国に関しても感謝をしながら、そういう思いを持ちながら自分がこの国のために大阪のために役に立てるようなそういう人間を目指していこう、でまた今はグローバル社会です、なんといっても世界に向かっていくぐらいのその意欲を持ってこないとダメだと思いますから、そういう人間を育てたいっていうのを全文に出させていただいて、だと細々とした条例を作りました。しかし私たちが作った条例は中に保護者に対する条例文というのがあったんですね。教育は学校だけではないと、地域、保護者で、この3つがやっぱり一体になってこそ子どもに対する教育の成果が現れるっていうので、保護者に対しても
自分の子どもの教育に責任を持つことっていう条例も入れました。でまたいろんな学校の問題に対しても保護者は協力すべきだというね、そういう条例文も入れてたんです。でその部分は役所の人から市が自治体が作る条例に保護者のことまでは入れることはできないっていう形で私たちの出した条例文、もう一度役所の人が作り直した形で大阪の教育行政基本条例っていうのと大阪市の学校活性化条例っていうのをね、2つの新しい条例としてね出てきました。で出てきてからも私たちはもう一言文句言わせていただいて、やっぱり、伝統だとか国を愛する心だとか、これは本当に国の方のねちゃんと教育法なんか出てますから、そこをしっかり入れたものにしていただきたいと。で保護者の皆さんが協力をして子どもたちの教育のためにプラスするべきだって、やっぱりその一文も入れさせていただこうとしましたが、保護者の部分は学校が保護者に対しての働きかけをするという文書にね変わってしまいましたけども、保護者に対する文面も入れた条例ができたと思います。であと橋本時代で私たちが本当に嬉しかったのは育法者の歴史、それから公民の教科書が採択されたということが本当に嬉しかったです。教育委員会には私たち議員グループになって教科書を選ぶ段階で育法者の教科書が出てるような、やっぱり自分たちが国を愛する、国を大切にする、自分が日本人だということに誇りを持てるような、そういう教科書を選んでほしいということはもう再三教育委員会でも言ってたんですが、教育のその教科書を選ぶっていうのは本当は教育委員会がすることって書いてあるんですよ。書いてあるんですが、実はその教育委員会に教科書が来るまでに現場の教師の人たちがあらゆる教科書を精査してもう3つぐらい絞ってくるんですね。もうその段階で育法者の教科書はないです。はい、ないです。で今回育法者の教科書が選ばれたっていうのは教科書採択の方法を変えてしまいました。で現場の先生方は各社の教科書に意見だけをつけてくださいと、そこではもう絞り込みはさせない、意見をつけて教育委員会に上げてくる、で選ぶのは教育委員会だという形にしたんですね。でここで育法者の教科書が選ばれたわけです。でそれまでは大阪市っていうのは4つぐらいの、ブロックに分かれて別々の教科書を使ってたんですが、もう今回は大阪市全域1種類の会社の教科書でっていうねことになりましたから、今大阪市の子どもたちは育法者の歴史公民の教科書を使って、今までとちょっとニュアンスの違う形で学んでいってくれると思います。ただ現場の学校の先生方の教え方っていうのもありますから、急には変化は出ないと思いますけども、でも教科書自身が変わってますから私たちの思う方向におそらく変わっていってくれるであろうと、それはまたしっかり 見ていかなければならないなっていうふうに思ってます。であと何が変わったかというと学校へ競争を持ち込んだという部分なんですね。これはもう現場からはすごく反発を食らいました。学校教育に競争かと、でも競争じゃなくて切磋琢磨だという言い方でやってるんですけどもね。で何その具体的に何をしたかというと学校選択制なんです。で大阪市はもうこの地域にいればこの小学校中学校で、決まってたわけなんですけども、今大阪市は、学区で決まっている小学校に隣接している小学校で選べます。何校かのうち選べます。で中学校は一つの区の全ての中学校で選べるっていう形になりました。でこれ何が変わるかっていうと生徒たちが選ぶわけですから、本当に生徒児童が集まる学校と減ってしまう学校と出てくるわけですよね。で東京なんかだったら本当に極端にもう学校の存続が危ぶまれるぐらい選択制で生徒が減ってしまった学校がありました。で大阪はまずこれをやって、さほど生徒動かなかったですね。一つの学校で5人とかで、その次の年になると15人ぐらい動いた学校が出てきたりっていう、まだまだそんな段階です。で学校選択制になると学校サイドとしては
自分の学校へ生徒を呼び込むために努力をしなきゃいけないんですね。それと情報公開ですね。自分のところの学校は何をテーマにしているか、どこに力を入れているかっていうのをホームページなりパンフレットなりで、そういうことで配らなきゃいけないというふうになりますから、やっぱりこれまでは勝手に生徒児童が来てたわけですけども、選ばれるために今やっぱり情報公開で、それと頑張ってくれてる学校が出てきています。でか校長先生にも頑張っていただくために、今校長特別予算っていうのを大阪市やってるんですね。各学校の、校長の方から私の学校は、こんなことをしたいということで、テーマとかね、やりたいことを教育委員会に出すんです。でそれについて予算が、いろんなもの出してこられますから、20万ぐらいの予算で出してくるものもあれば500万ぐらい、やっぱり人を入れてってことになるとそれぐらいになるんですね。500万ぐらいの予算をつける、校長がそれぞれ出します。で今どれぐらいの学校が出してるかっていうと、やっぱり 90% から 96% の学校は自分の学校がこれをやりたいから特別予算をっていうのをやっぱり出しています。でも予算枠がありますので、例えば中学校で中学校じゃなかったな、小学校で、この前の決算見たら2億7000万ぐらいをその校長予算に出してるんですね。だから全ての学校が認められるわけではないですけども、内容を精査しながら教育委員会で決めて、A の学校はこういうのが100万で出てると、じゃあそれは認めましょうということでね、そういう予算がついてますから、これまで以上にやる気のある先生のいる学校はやっぱり前へ伸びてますね。そういう状況で今少しずつ前へ進んでるところです。また、新聞でご存知だったと思いますけど、大阪市の高校桜の宮高校で体罰でバスケット部の主将が自殺をしたという大きな報道があって、でそれから体罰についてすごく厳しくなりました。でこれには体罰完全になくすっていうのはどうなんだっていう反対の意見も確かにいただいてます。ただ今時代的にやっぱり体罰はダメなんですね。で先日もね、うち本当地元の中学校であったんです。言うことを聞かない生徒に対して体育の先生がやっぱり平手打ちやっちゃったんですね。で2発目の平手打ちをした時に体が動いてこっちでぶつかって顔切っちゃったので、でこの時に呼ばれた生徒が5、6人いたんですけども、やっぱり体罰なんで教育委員会には報告が行きます。ただこの生徒の親たちと、先生校長が話された中で、全ての親が悪いのはうちの子供だと、もう よく怒っていただいて、こう結構ですっていうことで、示談というか話は進んだんですけども、ただ教育委員会としては実際あった体罰で子供が怪我してるんでね、やっぱり先生の1ヶ月給与のちょっとパーセンテージ今聞いてないんですが、少し減給という処分にはなってます。ただ親たちは、そういうふうにしっかりこの先生はしっかりやっていただいてるからって、生徒もそう思ってるっていうのはね、声が上がってました。今の大阪市は迷惑をかける子どもを教室から離そうというのもやってるんです。教室の中にこの生徒がいて、その障害を持ってとかそういうことじゃなくてね、本当に暴れたりだとか授業の邪魔をする生徒で、この生徒一人のために他の生徒たちの授業を受ける権利が奪われるのはおかしいだろうということで、今廃校になっている学校の中にそういうセンターを作ってます。でどうしてもっていう子どもを1週間そのセンターに預かって、元教師っていう方が1対1でやっていく。今ちょっとまだ2、3人しかそこへ送り込まれた生徒はいない状況ですけども、そういうものがあるっていうのはちょっと抑止力になってるかもしれませんね。で見ててね、今の中学生ってすっごい子供っぽいと思うんです。ある学校ですごく素晴らしいきっちりした学校だったんですけども、あることから急に学校の雰囲気が変わってしまって、もうそうなると本当早いですね。もう1年間で本当にもう最低の学校になっちゃいました。もう授業中子ども平気で教室を出ていく、で今中学校給食やってるんですが、その牛乳を
窓から運動場に投げて遊んでるだとか、中学生がやるべきことではないと思うんですけどもね、まあ、そういうような学校になってしまったというところがあったんです。で先生はもう そしたらそこで、まあ、教室出たりする生徒を引き離そうと空いた教室でね 3,4 人連れてったそうです。そしたら中から鍵閉めてしまってね、立てこもってしまうという、なんかねちょっとそれを聞いた時はなんか信じられない状況だったんですけども、で、まあ、こういう学校を一旦暴れ、ごめんなさい、もうそういう学校になってしまうと立て直しにやっぱり6年7年かかってますよね。である一つの学校はもうとんでもないそういう学校だったのに、今7年目やっと落ち着いてきました。でそこの学校が何をやってるかっていうと、やっぱり集団行動に力を入れてるんですね。まあ、朝礼、まあ、一回見に行ったんですが、あの体育館で朝礼をやってました。そしたら朝礼始まるまでに足踏みをして自分たちで号令かけてるんです。1212ってね。でその号令かけさせてるのはあの、生徒会の役員たちです。もう先生じゃないです。でやらせて号令かけて、でピシッとした形で、話を聞かせるとかね。で私は見て、あ、やっぱこれ素晴らしいなと思うんですが、実は保護者からは文句が出てるそうです。校長は学校の中を軍隊にするつもりかと、はい、そういう文句も出てくると校長先生おっしゃってました。まあ、そういうあの文句が来たらやっぱ1時間ぐらい校長室で話をするんですかっていうふうにねおっしゃってましたけども、まあ、なかなか 100% 理解をあの求めるっていうのは今の時代は本当難しいんでしょうけども、でもそれにめげずにやっていかないと学校変わることはできないんだなっていうふうに思います。私あの長谷川先生の前のお話聞いてましたから、やっぱそういうビシッとしたものを持たないと学校は変えれない。でもそういう思いっていうのは生徒にはやっぱり徐々にね通じていくのかもしれませんね。そういう感想を持ってます。でこれが今までの、まあ、橋本時代の話です。で大阪市は吉村市長に、まあ、去年の11月から変わってるんですが、吉村市長に変わってから何ができたかっていうと、まあ、あの計画は橋本時代にありましたが、3月の末、今年の3月の末に iPad を全校に、まあ、ただ1人1台はちょっととてもじゃないけど予算がありませんから、1つの学校に40台ずつ iPad を設置しました。だから1クラスはこの時間を全員 iPad を持って授業を受けれるという。でもちろん全教室はあの電子黒板を置いてますし、で先生のノートパソコンもあるので、まあ、どんな授業をやってるかっていうと、あの iPad の中ではいろんなもん全部出てきますからね、まあ、今までだったら話だけで終わってたのを、まあ、そういうカラーの画面であったり動画であったり見ながら学べる。でそれとあの生徒が答えをですね、この iPad が4分割されてるんですね。で答え4つ書いてるんです。ではい答えてくださいってことでパンとそれが生徒を押さえれば、先生のパソコンの中に誰がどんな答えをしたかが全部出るわけですよね。でそういうところでやっぱり分からない部分を直接先生が見つけることができるっていうのも一つですし、やっぱり子どもたちの興味の度合いっていうのも変わってきますから、まあ、こういう iPad を使った授業っていうのはこれからやっぱり必要だと思います。でこんな予算も、まあ、どこから生まれたかというと、やっぱりいろんなところの予算をカットしながら、まあ、あのせい、大いろんな大胆が怒られました。今までこんなことをやってくれたのに、なんでこの予算が出ないんだっていうようなねことはたくさんあのお叱りを受けてますけども、まあ、そうしながらいろんなところからお金を集めて、こういう教育なんかにお金を入れてるところです。で吉村市長がやったことの一つに、5歳児の教育の無償化っていうのがこの4月からスタートしています。5歳の子どもの幼稚園の教育費、それからあの保育所っていうのは教育費とともにその預かりをしているための、まあ、費用っていうのも入ってますから、保育所の場合は中の教育費の部分だけなんですけどもね、それを今無償化しています。でこれで何が変わったかというと、私立の幼稚園に行く子が増えたんです。で私たち見てて、大阪市は市が持つ幼稚園で私の幼稚園があります。比べると、まあ、格段の差で私の幼稚園が
子どもが素晴らしいなというふうに見えちゃうんですけども、これは私のうちの場合は体育の先生、美術の先生、それからスイミングスクールを行ってたりとか、まあ、そういうあの教えてることが幅が広いんですね。そろばんなんかもやってますしね。で、あのちっちゃい時からこういうことを教えるのはどうかっていう意見もあるとは思うんですけども、まあ、幼稚園の先生と話をしてると、いろんなことを経験させてみて、いろんなことがあるんだっていうところを見せておいて、そこから多分その子どもの教育を興味のあるところがそれぞれ、まあ、深掘りさせていくための、まあ、一つのステップにあのなったらいいなと思って私はやってますとおっしゃってましたね。でそれと小学校1年生に教室の中に子どもが並んだ時に、ちゃんと45分座れないのは大阪市の保育所の子どもです。やっぱりきっちり座るってことを教えていない、やっぱりそこはあの教育方針というか違うんですよね。だからあの海外なんかで行くと、例えば保育所とかいろいろあるんですけども、小学校上がる前の1年間っていうのはあのプレ教育、学校へ上がるための1年間の教育っていうのをやってるところが多いんですね。で大阪も、まあ、そういうふうなことをしておけば次の1年生になった時のその段階の子どもの集中力とか、椅子に座っていることができるできないとかね、そういうところに変わってくるので、まあ、5歳児教育の無償化っていうのは一つそういう意味もあります。でこれを無償化をした時に、裕福な家庭の子どもまで教育費を無償化するのかっていう話があったんですけどもね、これは橋本市長もそうでしたし吉村市長もそうです。裕福な家庭の子どもに教育費を無償化すれば、今まで教育費に使ってた部分が親の手元にお金として残るわけですよね。そしたらそれはまた経済的なところであの世間に回るお金として使っていけるので、まあ、それはそれでプラスだと思いますというね言い方をされてますけども、私たちもそれでいいのかなっていうふうに思っています。あの税金を使うってことは大阪のその未来のために税金を使ってるわけなんで、子どものプラスになるってことはね、税金でやってもいいことだというふうに理解をしています。あとそうですね、今あの大阪市は小中一貫校っていうのを、3つの学校ができまして、また来年からも増やしていきます。小学校と中学校、この間にね中学上がった時のやっぱりその勉強の難しさだったりとか、先生方の接し方でやっぱり中1から不登校っていう子どもがすごく増えているっていうのも現状があるので、まあ、小学校からそのまま流れを作って中学校へ行く。で、中学校の先生も小学校時代から接することで、あの子どもたちのプラス面もあるので、小中一貫校、進めようと。で、もう一つ今、中高の一貫校。一つあるんです。あれは平成20年に一つできてるんですけどもね。そこの学校の特異性は学力だけではなくって、スポーツとか芸術とかそういう科目を作って、一つの科に20人ぐらいずつ、学年80人っていう昨夜この花中高っていうのが昔作りました。で今度やろうとしている中高一貫校は公設民営なんですね。公が学校を作ります。ただ運営は、公募してどっかの私立の学校を入れようと思ってるんですね。でこれをやって何が違うかって言ったら、民間、ごめんなさい、私の学校がやってるノウハウを大阪市の教育委員会として学ぶことができる。で私立の学校の良さを取り入れてそれを公立の教育にこう返していくっていうところが一つ。それと私立の、まあ、中高安い授業料で行けるっていうのが一つで、ここでは国際バカロレアっていうのをやろうとしてます。で国際バカロレアっていうのはすごい厳しい、まあ、こんな勉強、こんな授業をやっている先生方はこうだっていうのがねすごい厳しいですね。一回あの、大阪でどっかやってるところはないかっていうことで見に行ったんですが、 YMCA の学校がそういうのをやってるんです。で国際バカロレアの、許可をその学校が受けると、ここの卒業生はあの海外の学校へ行けるんですよね。でそれだけの勉強をする。だから、検査っていうのは1週間あのバカロレ本部から来られるわけですね。で全ての授業を見て
で、生徒たちのお話も聞き、まあ、いろんな保護者にも聞きって、いろんなところの点数がプラスにならないと、次の時認めてもらえないっていうね、まあ、厳しい制度ですけども、まあ、こういう学校を一つ作ることで、まあ、そこのノウハウ、そこの良さを他の学校にも広げていきたいっていう思いで、これを作ろうとしています。今、検討始めたところなんで、まだ数年後になりますけども、立派にやっていけ、いくつもりです。はい。大体こういったところが、本当にこの数年経って大阪が変わってきたという教育の状況です。ありがとうございました。はい、少し時間がありますので、質疑応答、質疑、何か、ご意見ございましたら、お願いいたします。こちらの今の尼崎市元教育長の安田先生、失礼いたしました。安田先生来られてるますが、何か一言ございますでしょうか。いや突然です。ありがとうございます。もう教育長引退して、8年目になりますので、ずいぶん古い話になりますけども、尼崎も非常に学力が低くて、で県内でなんか江戸地のようにずっと言われてきてまして、向こう側から東にまだ兵庫県があったんかってな、皮肉まで言われたりしたことがあったんですが、まあ、戦後ずっと高校入試の成績がね、30年40年と県下最低というふうに言われてきてまして、でまあ市議会でも随分追及されましてね、でまあ議員さんの中には議員になった時から30年間学力言ってきたけども一向に変わらないか、でもう引退戦なんけれども、一体いつになったら学力があってくれ、私が教育長になった時に随分議会で追及されましてね、でもうそのできるできないと段階ではなくて、もう随分もうやじと怒号ですごくもう叱られましてね、まあ、これも議員さんというよりも市民を代表された方の声ですから、市民の切実な声だということで、もうやるしかないという気持ちになりまして、まあ先輩の人たちは学力というのはそのどんな机の上のねペーパーテストの成績だけじゃないんだっておっしゃいますよね。人間的なものも含めて、すべて体力も含めて学力というんだから決して劣ってないような答弁でずっと来てたんですけど、もう避けられないほどまあ。そんなことではまあ騙されないという雰囲気になってまして、それでまあ先走ったんですけれども、私の任期中にね全国レベルまで上げますと宣言したんです。そしたらもういっぺんにシーンとなりましてね、でお前そんなこと言うて大丈夫かって今度長老の議員さんが心配していただきまして、それからまあ左寄りの議員さんなんかも議会が終わった後、見舞いに来てくださいまして、でまあなんとか頑張ってくださいと励ましてもらったりして、で市長もまあだいぶ左の方のバックアップを受けて当選された方でしたけど、その通りでね、まあ心配されて精一杯の応援しますと市長も言ってくださって、まあ、予算もかなり融合してもらって。それでまあそれを校長会で招集してそこへ返しまして、で実はもうこういう切実な市民のね声に何とか応えない、だから精一杯一緒になってやりましょうということで、部長課長その辺の主だったところも優秀な方を来てもらって、で校長に指導ができるようなそういう指導力のある人を配置させてもらって、でまあ一体となってなんかやらせてもらいました。わかりました。で、そしたらね、まあ私もびっくりするぐらい成果が出たんですね。やっぱりね、学校と保護者と地域と教育委員会と一体となってね、
自分たちの学校をなんとか良くしようという、そういうね、なんかその心のつながりみたいなものが強まったらね、もうそのモンスターピアレッツとかブレーマーとかそういうのがほとんどなくなってしまいましてね、でなんとか自分たちの学校を保護者や地域の人も良くしよう、でそのために全部成績公開したんです。毎年あの学力テスト全国レベルで、その当時はまあ文部省のあれもなかったんで、業者テストでね、まあ広く全国でテストを実施されている業者にお願いして、でその成績を全部あの比較表を作ってもらいまして、であの公開したんです。で公開の仕方もそのいわゆるランクをバーッと一覧表にして出すような公開にすると、もう左翼の人たちはもう目の敵にしますからね、あの公開すると議会で宣言したときに随分またいろいろ言われましたけども、いや公開はするけれども普通の公開の仕方じゃありません。で全部学校ごとにあの成績を各教科ごとと、それから、市内の平均と全国の平均と3つの成績比較したグラフを作って、そしてそれだけじゃなくてあの生活実態調査というのをして、生活習慣とか学習習慣とか家庭環境とかそういうふうなものをね、全部学校ごとにあの細かく調査しました。でそのためにあの専門家のね、大阪大学の大学院の教授の方に座長をお願いして学力推進委員会というのを作りまして、PTA の代表とか学校の代表とか校長会の代表も入っていただいて、であのいろんな政策を検討してもらって、であのそういう学校ごとの生活背景を含めた学力のデータを全部学校ごとに冊子にしまして、この学校こうなっているグラフというのを冊子にして全部学校の議員さんにも全部配った。でそれを4年5年と続けて、学校ごとにね、前の年に比べてどれだけ伸びたかというグラフをずっと経年変化のグラフを示しまして、そうしましたらこの環境が悪いのに成績が伸びてる学校とか、もうあの阪急沿線の裕福な家庭が多いところであるのに成績が伸びてないというふうな、いろんな面白いデータが出ましてね、で南の方の工場地帯の環境が悪いところでも伸びてる学校があって、これは学校の努力が大きいからだというようなことで、あれしたら学校ごとのなんか競争が出てきて、で今聞きましたら保健科で大体平均、全国の平均いってるという入ってますから、うん、大阪市は残念ながらちょっとまだね、あの上がりつつあるんですけどねまだ平均まで行ってますで、あの大阪市ももちろんそういうやっぱり刺激っていうのがね必要なんだと思います。あの教育長がバッとおっしゃったとかね、で学校同士比較されるとか、そうなるとやっぱり先生方も頑張らざるを得ないから、で大阪市の場合はあとね塾代助成っていうのをやってるんです。あの先生頑張れって、まあ、頑張っていただきたいんですが、すぐさまそれは子どもには影響出ないのでね、やっぱり先生頑張る前に卒業しちゃう子どもが出ちゃうだろうということで、あの子どもたちに月1万円の塾代の助成をやってるんです。であの学力だけっていうとまた文句言われるんでね、スポーツでもいいしピアノでもいいしってこと で今それを、中学生の8割ごめんなさい、8割そう中学生の5割が使えるところまで、あの家の収入のライン切りまして5割の子ども使えるところまで行ってます。で今4割ぐらいの子どもたちがそれをやっぱり使ってるんですね。でその時も今まで塾行ってる子どもにまた1万円助成なのかっていう意見もあったんですが、まあ、それも1万円じゃ別に他のことができるでしょうってことでやってます。で今まで塾行けなかった子どもが行けるようになったとか、やっぱり成績上がってよかったとか、一つ教科上がるとまたついねやる気になるんですよね、子どもたちって、ね、刺激っていうのが大事ですね。そういう希望ができたらなと思います、はい、本当ですね、でそれがあのずっと年々あの経年のグラフを作りまして、はい、どれだけ伸びたか、そしたらあの保護者と学校と地域の人の協力関係で、なんとか自分たちの学校をよくしよう、地域ぐるみでみんな競争みたいになりまして、
だから自分が大事、ね、自分の学校、地域の学校を歩くいる人が減りました。なんとか頑張ろう。ありがとうございます。はい、すみません。はい、鈴木先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。徳永弁護士に